気持ちを作って、お疲れ様でした。そうでしょ。ここまでの仕上がり具合はどんな感じですか。まあまあまあ、まあ、徐々に良くなってるんじゃないかな。チーム的にだんだん、そうですね、コミュニケーションも取れる、まあります。取れてますし、お互いのね、こういいところとかもみんなだいだい把握できてきて、いいんじゃないかなと思います。優勢選手的にはどうですか、仕上がり。そうですね。まあ、だんだん約束事もね、とかしっかり。なんだろう、理解してだんだんこう自分のものになってきてるというか、そこまでなんだろうな、自然と体が動くように徐々になってるんじゃないかなって思います。コンディションも特に、大きな問題はなく、まあ、どこか痛いとか個人的には今のところは、まあ、そのトレーナー陣だったりメディカルスタッフのだったり、こうストレングスコーチだったりのサポートのおかげで開幕に向けていい感じになってきてるんじゃないかなと思います。あれですよね、あのプレシーズンゲームとか天皇杯見てても、あの
シュートが入るようになってきてるし、そこら辺はあの自分のタッチというか、だから手応えっていうのはどんな感じ？どうだろうな。まあ、タッチは正直なんかまあ入る日もあれば入らない日もあるんで、まあ、一番大事なのはね、やっぱり打ち続けることだと思うんで、そういったなんだろうな、ポジティブなマインドにはなってるんじゃないかなと。まあ、たくさんなんだろうな、パスもらえ、シュートチャンス結構こうクリエイトしてくれる選手がたくさんいるんで、僕は思い切って打つことができれば、まあ決めればいいですけど、打ち続けることですね。期待してますね。ありがとうございます。ディフェンスはどうですか？今日見ててもすっごい気合入ってるというか、もう熱がこもってたように見えたんだけど、まあディフェンスはもうちょっと改善が必要かなって、僕個人的にはもうちょっとこうコンタクト、フィジカルな部分で相手に気持ちよくプレーさせないっていうところでは、なんかボールを持たれる前のところであったり、あとはまあコミュニケーションのところももちろんなんですけど、ちょっともうちょっとうまくやらないとなというか、成長しないとなっていうふうには思ってて、まあもう、まあ、どんどん本当良くなってるんで、でも、まあ、この開幕にまでのあと1週間でもまたさらに良くなれると思うし、開幕してからもどんどんこう個人もチームも良くなれると思います。開幕に向けてどんどんあの調子も上がってきてると思うし、ワクワクしてきてんじゃないですか。楽しみですね、開幕が。楽しみですね。ワクワクしてますね。いいっすね。それにアイスもね、新チームでの最初の試合になりますもんね。そうですね、まあアウェーではあるんですけど、ぜひあのバスケットライブだったり現地に来てくれたら嬉しいです。バスケットライブでも応援も嬉しいです。ぜひ登録お願いします。ビコルのあのリンクから登録お願いします。いや、いいね、いいですね。いいですね。いい感じにあれ入れ込んでくれましたね。いい振りでしたよ。いい振りだったね。いや、いい回答でした。で、あれですか、あの休みは取れてる？休み、あー、はい、取れてます。取れてる、しっかり休めてます。休日は何をして過ごしてるんですか？まあ日によるんですけど、そうですね、まあでも大、まあ、家族と過ごしてますね。まあどっか出かけることもあれば、この前はコストコに行ってお肉買ってって感じですね。家で料理したりするんですか？まあ正直僕はほとんどしないです。ほとんどというかまあほぼしないです。ほぼしない。いつかな最後ってぐらいしないです。しない。もう全部奥さんが作ってくれる。まあ本当子育てで大変なんですけど、お世話になってます。で、横浜来て、あれ、どっか行ってみたいところとか、もう行ってみたよっていうふうなところとかあったりします？行ってみたいところ、行ってみたところ。行ってみたいところは、みなとみらいの、あの、観覧車。あ、観覧車じゃないわ。モノレール。うん。なんていうんですか、あれ。ロープウェイ。ロープウェイ。みなとみらいのロープウェイ、乗ってみたいですね。あれ。あれめっちゃいいっすよ。あと、遊園地もあるじゃないですか。あれもちょっと行ってみたいです。あとは、なんかありますかね。まあ、中華街。うん。まあ、この前ちょっと必勝祈願で行ったんですけど、なんかもうちょっと、まあ、涼しくなってきてるんで、歩いたりできたらなって思いますね。あそこの散策いいっすよね。ね。すごくいい感じですよ。なんか異文化な
感じで、うん、すごいなんか面白かったです。なんか日本じゃないみたい。行ったところは今横浜駅周辺と、あとは赤レンガにも行ってみた、行ってみました。あとあの三日月型のホテルあるじゃないですか。はいはいはい。あれなんか有名じゃないですか。有名有名で、ちょっと泊まってみたいねっていう話で一回一泊してきました。あそこのホテルいいっすよ。楽しかったっす、ね、よかったっす。新チーム、あの須藤選手と仲がいいような感じに見えたりもしてるんですけど、はいはいはい、どうですか、もうこの雰囲気は。そうですね、まあ一番上、日本人で一番上、健太と僕で一番上なんですけど、まあ、みんないい感じにいじってくれて、あの絡んできてくれるんで、僕は嬉しいですね。結構いじられ役、まあんまりこうわーって感じじゃないんで、結構来てくれると嬉しいです。実は彼も、彼と同様っす。彼も本当は結構いじられたいタイプっす。まあいじられてますけどね、実際ね。森さん、いやもう杉谷さんすごいっす。何も話聞いてなかったくせに、なんかすごいっすよ。いや、みんないいチームメイトですよね。そうっす、ね、楽しいっす、ね、はい。じゃあそしたら開幕に向けて、もう本当来週開幕なんですけども、じゃあ意気込みをお願いします。はい、開幕から、まあ、アウェーではなるんですけど、アウェーにはなるんですけど、いいスタートは切れるようにチーム一丸で戦っていきます。いよいよ来週からシーズンが始まります。アウェーからのスタートなんですけど、チーム一丸となって戦うので、まあ、現地もしくはバスケットライブ等、ライブ配信での応援をよろしくお願いします。さっきも言ったように、バスケットライブの登録はぜひ B コールのリンクからよろしくお願いします。ゴーゴービーコー、ゴーゴービーコー、ちょ待ってくださいよ、ゴーゴービーコー、みんな応援お願いします。